今回は、日下次郎事件について、調べていきたいと思います。この事件ですね、非常に、難しいんですが、日下次郎事件の、真犯人が、いるっていうことが一部で言われたりするんですよ。一体どういうようなことなのかなっていうことを、考えていきたいと思います。この日下次郎事件とね、言われている、ものなので、もちろん、皆様も犯人はこの日下次郎っていう、人物であると思うかもしれないんですが、この、なんていうんですかね、手紙であるとかそういったところに日下次郎と、いう名前を書いていたんで、通称この、事件の、名前になってるんですが、僕はちょっと調べた感じなんでね、はっきりとっていうのはわからないんで、申し訳ないんですけど、これは日下次郎事件って言ってね、犯人についてはいろんなことが、言われてるんですが、僕は真面目になんですけど、調べてみて、一人の犯行、ではないと思いますね。この事件というのは、情報が少なくてわからないんですが、最初に、結論というか、思って、調べたことを、お伝えさせていただきますと、一人がやったその日下次郎という、犯人ということになってますけど、一人がやったことには、なってますけど、これは複数犯ですね。よく、お話ししているアメリカ CIA というね、戦後日本がね、戦争で負けてるんでアメリカの属国になってますけれども、その戦後に起こった事件なんで、アメリカ CIA の傘下の、人間のですね、おそらく、グループ犯行であると、思います。そうなってくると、様々な話の辻褄が合うんですね。アメリカ CIA の事件というのは日本の警察は深く入り込めないんで、日本の上におりますので。あとは、この事件でよく注目される、爆弾があるんですが、そこら辺のところをねちょっと考えていきます。これっていうのは非常にまた難しい事件だって、さまざまな、情報がありますので、その、情報をね、全部っていうか見てるともう、何が何だかこう分からなくなってしまうんで、今回はね、皆様と、少しでもっていうか、ね、事件に一体どういう、ものが、隠れてるのかっていうことを、分かろうと、精一杯ちょっと考えていきますので、そんな感じで今回も、よろしくお願いいたします。まずですね、この日下次郎が起こした事件、通称日下次郎事件なんですが、これでですね、必ずこのようなことを調べる人がいるんですね。爆弾魔は実在するのかっていう、これっていうのは、そのなんていうのかな、諸説、細かいこととか、そういったことはね、リスナー様が調べられると思うんで、それを別に僕はどうこう、言うことでもないんですけど、ざーっとっていうかお伝えさせていただくと、昔の事件なんですが、日下次郎っていう、名前を名乗った男が、起こした連続、爆弾魔、事件なんですね。でこの爆弾魔、事件ということで、爆弾魔は、実在するのかっていうことで、よくいろいろ言われてますけど、犯人が一人の、ね、爆弾魔なのかとか複数なのかとかっていう話なんですが、僕は、もちろん、ね、真相が今でもわからない、未解決事件なんですが、おそらく、グループ犯行で、あると思いますね。そのアメリカ CIA の、グループ犯行、の可能性があります。そう、思う、理由っていうのがいくつかあるんですが、そのなんていうのかな、10ヶ月間ぐらいでね、いろんな爆弾事件が起こったんですよ。で、この名前になってるこの日下次郎っていうのは、これは言葉が悪いですが、で、その名称で呼ばれてるだけなので、おそらく この人っていうか、この人がいるかどうかっていうのもわからないし、捕まっていないからね、なんかわからないんですが、おそらくそのグループ犯行だから、その CIA の複数人グループであると思います。そう思う理由もあるんでね。で、例えばこの事件でですね、その事件の、気になる部分を、考えていくんですが、調べていくんですが、ニクロムの、火薬を使った爆弾が使われた事件だったり、本の中に火薬と乾電池を使った、爆弾、爆発物を使われた、さまざまな、この爆弾が、使われたんですよね、っていう事件で、そこからですね、話が、変な方向っていうかに行きまして、このような、爆弾を、使う事件なんで、犯人はこれ爆弾に詳しい、人間である、爆弾マニア、なんじゃないか、爆弾魔、なんじゃないかとかっていうね、そういった、話が、浮上するんですが、僕の解釈ですけど、僕は違うと思います。
アメリカっていうのは、ね、その CIA っていうのは様々なその、まあ、武器とかを持ってるんで、まあ、こういう例えば爆弾を様々な形で、まあ、作るっていうか、まあ、使う、ってことも可能ですし、まあ、何よりね、まあ、そのリスナー様にお話、よくさせていただいたことありますけど、この、事件ね、この草加、次郎事件っていうのが、長期間にわたってこの未解決事件で全く、こう分からないんですよね。何もこう分からない。で、日本の警察っていうのはそんなに無能ではないんで、考えられることっていうのは、多分日本の警察が、捜査ができない、事情に陥ったっていうことを考えるんですね。未解決事件であるっていうことが分かっています。犯人が分かっていないっていうことも分かっています。日本の未解決事件というのは特色がありますので、まあ、この日本の警察にね、まあ、何らかの諸事情が、関係したことによって事件にこう、足踏みしてるっていうようなことなんですよ。で、その日本の警察が、足踏みする事件、事件を例えば追及できないっていうのは、その先ほど言ったように日本とアメリカの関係があるんで、日本というのはアメリカの属国って言われてるんですよ、戦争に負けて以来。で、まあ、属国って言い方も、まあ、ちょっと難しいところもあるんですが、まあ、そのアメリカ、あるいはアメリカ CIA の、まあ、間接支配下にありますので、まあ、そのね、日本というのは様々な、まあ、事件が起こるんですが、そういった、まあ、事件にそのアメリカ CIA が、関与していると、日本国の上に、ね、その CIA がおりますので支配の構造があるんで、そのアメリカ CIA が、まあ、関係している事件、関与している事件というのは、日本国、まあ、日本の警察ですね、って言ったものは思うように、まあ、捜査ができないということが、まあ、言われているんですよ。そういった、ことを考えると、真面目にね、この事件が未解決であったり、犯人が、分からないということであったり、そういったことを、逆から考えていくと、これっていうのは CIA、アメリカ CIA の案件、まあ、いわゆる通称 CIA 案件と言われてますが、アメリカ CIA 案件、なんじゃないかっていう、そういう、まあ、なんていうのかな、仮説っていうか、が、立つっていうことですね。で、ここからもちろんね、わからないんで、その嘘をついてわかるとかっていうことないんですけど、わからないんですけど、この事件ね、草加次郎事件の、気になる、内容を、ピックアップしていきます。何かっていう話なんですね。ビターっとその、情報を並べたところで何も、わからないんで、さっきリスナー様にお話したように、なるべく、分かれる、ことはないのかっていうことを考えていくと、この草加次郎の事件っていうのは、まあ、10ヶ月ぐらいでね、まあ、いろんな、まあ、爆弾事件事件が起こされてるんですよ。で、一つが、まあ、芸能人、島倉千代子の事務所に、まあ、そういった、まあ、事件が、まあ、起きたと。二つ目が、水商売の、女性の家に、まあ、その、まあ、事件が起きたと。で、今度は映画館、電話ボックス、お寺とかにその、まあ、爆弾の、まあ、事件が起きたと。で、一見すると、これらっていうのは全くの、まあ、無関係、のような感じなんですよね。で、全く、こういったことを並べても、犯行動機が、こう分からないと。犯人の犯行動機、犯行の目的が、全く分からないんですね。で、あと、すごく引っかかるんですが、またちょっとこのさっきのね、島倉千代子でも水商売でも映画館、電話ボックス、お寺でもなく、上野のですね、おでん屋の、まあ、男の人が、まあ、鉄砲で撃たれたっていうこれ事件も、あるんですが、で、この、鉄砲で撃たれた弾がね、警察に、送られてきたのかな、別だと思ったんだけど、で、それが、まあ、同じものでしたっていうことなんですが、この、まあ、警察に送られてきた鉄砲の弾っていうのが、普通の鉄砲の弾より小さい特殊な、まあ、鉄砲の弾だということで、一体ですね、こういった特殊な鉄砲の弾って誰が持ってるんでしょうかって、この時代ね、そうそう、持ってる人は、いないと思うんですよ、そんな鉄砲の弾を持ってるって。だからその、まあ、爆弾マニア、武器マニア、って言うんですけど、僕はそれは違うと思うんですよ。さっきお話したアメリカ CIA っていうのは、まあ、その軍に関してね、さまざまなものを持ってますので、その CIA であればこの特殊な小さい鉄砲、あるいは鉄砲の弾を、持っていても、全く、おかしくないと思います。あとですね、この事件というのは、まあ、そのもちろんね、はっきりとっていうのは分からないんで、まあ、ちょっとすいませんということなんですけれども、事件をこう複雑化っていうか、まあ、その、まあ、分からないんですけど、事件の犯行の目的をこう、なんていうのかな、分かられないように、例えばさまざまなこう工作、まあ、偽装工作を、まあ、してるんですよ。一体何をしてるのかっていうと、例えばこの事件の中でね、その10ヶ月の事件の中で、
現金を線路に投げろって言って、要するにお金を、取ろうとしたっていう、そういう、一つ事件があるんですが、その、事件内容がですね、後に黒澤明の天国と地獄っていう映画になってるんで、これっていうのは僕が調べた感じ、分かっていたんじゃないのかなとかって思うんですよね。だから、その CIA 関係者が、事件も関与して、でもちろんその後の、映画も関与してるって、日本 あのマスメディアとか、映画もそうですが、CIA の傘下に入ってますから、先ほどのアメリカ CIA っていうのは日本国の上にいるんでね、そういったことも、考えられる。だからつまり、他の事件でもありますが、日本で起こるこう未解決事件っていうのはね、単純に犯人が分からないっていうことではなく、犯人が例えばそれとなく分かってるようなケースもありますし、今回っていうのはもう昔の事件なんであんま分かりませんが、そこまで、アメリカ CIA がありとあらゆるものを仕組んでいたっていう可能性、だから謀略ですよね、謀略の、可能性があります。でやはりその当時からそうですし、今もわからないんでね、僕もそんなわからないんですけれども、現金を線路に投げろって言ってお金目的かなって、金銭目的かなって見せかけて、実は金銭目的ではないんですよね。だからその、混乱っていうか、そういったものを招こう、その事件の、真相を、隠そうと、その本当の目的ね、事件を、なぜ引き起こしたのかって、そういったものを隠そうと、そういったことでいろいろなことを、画策っていうか工作してるんで、ちょっと分からなく、なってます。そこが難しいところかなっていうのを、調べていて、思いました。あとはですね、これっていうのは直接関係あるかどうかは分からないんですけど、事件の後にですね、模倣犯が出てきたとかっていうのがあるんで、もしかしたら模倣犯を想定して引き起こした事件かもしれないですし、たまたま、事件を起こしたらその後模倣犯が出てきたのかもしれないけど、それっていうのも、分からないっていうことですね。で、ちょっと僕の、調べてみた感想なんですが、ちょっと精一杯ということでお伝えさせていただこうと思うんですけど、この事件のね、犯行の目的っていうのがわからないんですよ、正直。で、おそらくっていうか言葉は悪いですけど、多分誰もわからないと思うんですよ。その関係者はわかってるかもしれないですけど、で、わからないって言うんですけど、どういったことなのかなっていうのを一応考えてみるっていうような感じですよね。わからないっていうけど、分かれる方法はないのかなとか、あと例えば分かれる情報はないのかなっていう、そういったことを、考えてい、こうと思うんですが、この、草加、二郎のですね、事件のこの、犯行の目的っていうのは、これっていうのは何なのかなっていうのを真剣に考えてみたんですね。で、あまり語られないし、分からないんですけど、真相っていうのは、僕が、調べてみた感じね、ちょっと間違ってるかもしれないんで申し訳ないですけど、日本のこの芸能界が関係してるのかなって、日本のこの芸能界を例えば威嚇したんじゃないかなとかっていうのも思うんですよ。その芸能界っていうのはアメリカ CIA のこの傘下に入ってるんで、例えばそこを、何か分かりませんが、もうちょっとね、思い通りに活かせようとしたのかなんか分からないんですけど、なんでかっていうと、最初にこの、島倉千代子っていう人が狙われたりとか、吉永小百合も、狙われてるんですよ。で、その島倉千代子とか、吉永小百合っていうのは、日本のね、有名、芸能人、有名女優、じゃないですか。そういった、方たちを、何かしらその、爆弾で狙うとかっていうことで、その僕らはちょっとわからないんですけど、その、芸能界の裏側でですね、何かしらあって、例えばそういったことから起こった事件で、それをアメリカ CIA が、背後から、動き回っていた、そういう感じじゃないのかなっていうのを思うんですよね。もちろんね、さっきお話したように証拠とかっていうのはないんで、全くわからないんですけど、で、この、先ほどお話ししたように、この草加二郎の事件をね、考えるにあたって、もちろん、この言われているんですけど、草加二郎事件の真犯人、というものが、いるんじゃないか。で、それ真犯人はなぜ逮捕されないのかっていう、そういうことを、考えていきます。これっていうのは、証拠が、ないんですが、ある程度分かっていることもありますし、例えば、様々な、類似した、ケースとかっていうのも出てくるんですよ。で、この、草加二郎の、事件ですが、犯人の指紋が分かってるっていうところとかもあるんで、これはもしかしたら犯人が分かりそうかなって感じなんですけど、犯人が分からないんですよね。指紋が分かってるけど犯人が分からない、前科があるとかないとかって言ってますけど、問題は僕はそうじゃないんじゃないかなとかって思うんですよ。その逮捕できず未解決事件になってるんですが、で、その警察の中にですね、この草加二郎って言った名前の手紙を、送ってきたっていうことなんで、日本のこう警察を、うまいことを、コントロールしてるっていう、そういうような感じも受けます。
まあどうでしょうね、難しいなとかっていうのは思うんですが、警察内部に、まあ、その内通者っていうか、その CIA の息のかかってる人間がおり、その人間が何らかしらで、まあ、忖度していたっていう可能性もありますし、まあ、上から一方的にアメリカがね、まあ、そのアメリカ CIA が圧力をかけて、まあ、日本の警察が、まあ、そういった事情を受けて、事件が逮捕できない、解決できないっていった、そういったこともあるのかなっていうのを、思います。日本の芸能界っていうのはね、戦後特にそうですが、アメリカ CIA が様々なことを、まあ、考えて、まあ、その日本にね、まあ、その芸能界だったり、テレビだったり、まあ、テレビの 3S 制作だったり、そういったことを打ち出しているんで、まあ、それが、そこら辺が関係ある、と思います。ただ一番、まあ、難しくて分からなかったんですけど、この、まあ、その事件の、まあ、犯人ですね、が、その CIA の、傘下の関係者、が、やったっていうことになるんだって、じゃあ一体なんでやったのか、その犯行動機ね、それが一番難しいんです。それが分からないんですよね。調べても全く出てこないし、それが、分からない。ただもちろん犯行動機というのは当たり前ですがあると思うんですよ。それが分からないだけであってね、調べても考えても分からないんですけど、っていうような感じで、犯人というのは、そういろんなことを言われてますが、僕はその、捕まっていないということとか、さまざまなそういった状況を考えると、まあ、そのアメリカ CIA の、まあ、傘下の人間が、まあ、複数人で行った、可能性がありますね。これはあの手紙を出したのが誰とかっていうのがあるんですが、明らかに一人ではないですね。まあ、何人かっていうのも分かりませんが、まあ、3人、4人、5人と、まあ、そういった複数人でやった犯行の可能性が高いと思います。日本の未解決事件っていうのは全部ではないですが、このアメリカ CIA が関与しているケースが結構あるんですよね。でこの CIA が関係している事件っていうのは、先ほどお話ししましたが、日本の上にいるんで、日本の警察っていうのは日本なんで、なんて言うんでしょう、日本国があって、その上にアメリカ CIA がおりますので、日本国の警察、あるいはですね、日本国政府っていうのが、こういったものに手出しができない。そう考えると、このですね、草加次郎事件が、犯人が見つからない、で、まあ、逮捕されない、未解決事件になってる、真犯人は誰なんだろうかっていうこと、今でも言われますけど、真犯人がわからない、真相がわからない、未解決事件になってるってことは、こういったことから話の辻褄が、合うのではないかっていうことを、まあ、僕は思いました。ということで、まあ、何かしらリスナー様のご参考になっていただき